ロッキード・マーティン社の高額な戦闘機の売り上げが伸びているという情報を入手しました。日本の防衛産業のトップである、戦闘機や護衛艦、潜水艦を製造する三菱重工業の売り上げも詳しく見ていきましょう。世界の最新鋭ステルス戦闘機である F2 にや F3-5 の開発から製造を行っているアメリカのロッキード・マーティン社の2022年の第3四半期の業績が発表されました。当初の計画よりも F3-5 ライトニング・アヤイナとの高額な航空機方面が伸びているのが実情のようです。このロッキード・マーティン社は重工業、軍需産業、航空宇宙産業などの輸送用機器の開発、製造で有名な会社である。ロシアによるウクライナ侵攻の影響による西側諸国の軍事費拡大の影響が大きかったように思えますが、一気に業績に反映すこはなかったようで、今年2022年の通期の売上予想は従来通りの 652.5億ドルにとどまっています。ロッキード・マーティン社の2022年の売上高は約9兆5200億円の見込みになりそうです。これは2022年11月9日時点の為替レート1ドル101さすがに、アメリカの軍需、航空宇宙産業の企業だけあつて、数字の面だけ見ると、相当な売上だと感じます。例に挙げれば、日本の防衛産業の中で、勢いのある三菱重工業の2021年のグループ全体での売上高は3兆8602億円で、こちらも、ロッキード・マーティン社と同様の売上ではないかと感じます。世界規模の軍需産業、航空宇宙産業であるロッキード・マーティン社と手掛けた製品のほとんどが国内の自衛隊のみで運用されている三菱重工業は日本ではトップの軍需企業であり、その他にも海上自衛隊のイージス艦を含む護衛艦や潜水艦などの建造、戦闘機、ヘリコプター、戦車やミサイルも製造していて、その売上高としては想像以上の金額の差はないようにも思えますね。日本一の重工業メーカーである三菱重工業は、エネルギー、環境をはじめとする技術に立脚するものづくりの企業であり、大型船舶、火力、風力、原子力発電所等の設備や大型プラント事業を手掛けており、軍需製品以外にも、極めて広範囲の事業分野を展開しており、それも業績に関係していると言えるでしょう。一方、電子機器や装置などの一般消費者向けの分野で、世界規模の大手の製造業と比較してみると、例えば、いわゆる GAFA、アメリカの主要 IT 企業である。アップル社の2021年度の売上高は 3658.17 億ドルであり、今の為替で換算すると、日本円だと53兆3700億円もの、とてつもなく大きな規模である。例えば、高額の F3-5 ライトニング2等の戦闘機を製造、販売するロッキード・マーティン社の売上と単純に比較した場合、世界中にスマートフォンやアップル、ミュージックなどのハードウェアやソフトウェアの開発、および販売、クラウドサービスの提供を行っている。テクノロジー企業であるアップル社の売上はその 5.6 倍以上もあり、その点についてはとても興味をそそられますね。プトブ、ビジネストゥビジネス、いわゆる法人相手の商取引と、プトク、ビジネストゥコンシューマーと呼ばれる個人との商取引の手法においては断然前者の方が高額であることは間違いないのですが、さすがにアップルほどの
世界的なテクノロジーの会社になると、その傾向は当てはまらないようですね。世界的に携帯電話事業を展開している企業としてのアップルも、大多数のコンシューマー、消費者を相手に製品販売を行っているという点から見れば不得、ビジネスとコンシューマーですが、非常に高額な売り上げを上げているところから見れば、不飛ぶ、ビジネスとビジネスだとも言えますね。世界に直営の店舗を展開しているアップルの主力であるスマートフォンの iPhone は、世界シェアではトップの売り上げを誇っており、その昔、パソコン普及の黎明期、転換期には、Mac で、Apple 特有の基本路線を貫き、クリエイティブ業界で活躍していた頃の Apple とは、少し様子が違ってきています。さて、話を元に戻しますと、1995年に、ロッキード社とマーティン・マリエッタ社が合併して、現在のロッキード・マーティン社が誕生しました。ですから、ロッキード社の星と旧マーティン・マリエッタの書体を組み合わせたものがロゴマークになっています。今年で合併27年目ということになります。そもそも、マーティン・マリエッタも1961年にマーティン社とアメリカン・マリエッタ社の合併によって誕生した航空機のメーカーです。また、1993年には、ゼネラル・エレクトリック社の航空宇宙部門を買収し、その後、ロッキード社と合併し現在のロッキード・マーティンとなっています。この様子から、アメリカの軍需産業において生き抜くのは、かなり困難であると推察できます。テキサス・インストゥルメンツ社とマーティン・マリエッタ社によって共同で開発された歩兵携行式の対戦車ミサイル FGM-148 ジャベリンがあり、その主な使用目的は戦車などの装甲戦闘車両だが、建築物や野戦築城や低い位置を飛行しているヘリコプターまでも攻撃する多用途の能力を備えています。このミサイルはロシアによるウクライナ侵攻の戦いでも注目された兵器です。2003年のイラク戦争で初めて戦使用され、ロシア、ウクライナ戦争では、ウクライナ軍に対しアメリカから供与されたジャベリンが多数使用され、ロシア軍の戦車、装甲車などの戦闘車両に対して戦果を上げています。この戦争での戦果により、ウクライナでは、ロシアへの抵抗の象徴として、聖ジャベリンと呼ばれているとも言われています。FGM-148 ジャベリンは、1983年より、開発の構想が検討され始め、アメリカ軍への配備が開始されたのは、1996年であり、25年ほど前には、すでに存在していたことになります。現在は、レイセオン社とロッキード・マーティン社によって製造されています。日本では、この FGM-148 ジャベリンを、2022年8月末9月初めに行われた陸上自衛隊とアメリカ陸軍による、島嶼防衛を想定した共同訓練、オリエント・シールド22において、陸上自衛隊大屋野原演習場、熊本県で、実弾射撃訓練を行いました。日本国内において、アメリカ陸軍が、ジャベリンの射撃訓練を行うのは、今回が初めてだという。戦争において攻め込まれた側が、身を守るために、最終的な兵器として使用するものであって、このジャベリンの、素晴らしい戦闘の成果報道により、日本でも、戦車などの兵器がなくても、このジャベリンだけでいいかのように論じられていたが、万能の兵器ではなく、兵士1名での運用も可能だが、射手と弾薬手の2名で行うのが通常であり、その射程は、最新型で、およそ2500メートルで、至近距離での運用が前提であり、危険を伴う兵器であると言えます。2021年の、
この FGM-148 ジャベリンのアメリカ軍の調達価格は175,203USドルでした。これを現在の日本円に換算した場合、2,550万円ほどになります。戦車や機動戦闘車と比較すれば、安価な装備品に思えるが、対戦車ミサイルを頻繁に用いることは、コストパフォーマンスを高める可能性もあると考えられる。比較した場合、安価に思えても、一発2550万円は、やはり高価ですから、訓練用のシミュレーターがあり、実弾射撃訓練の機会は限定されています。しかし、この FGM-148 ジャベリンは、2022年8月以降、ロシア、ウクライナ戦争において、ウクライナ軍が反転に転じたこともあり、以前のような戦果は聞かれなくなっていることから、主要なものから二次的な兵器に移っていると考えられます。また、それとは逆に、ロッキード・マーティン社の高機動ロケット砲システム M142、ハイマースト多連装ロケットシステム M270、MLRS が、ロシア、ウクライナ戦争で、今一番活躍している兵器であり高レベルの戦略的兵器ではないでしょうか。M270、MLRS は、長射程の阻止砲撃用として、アメリカ軍が開発した自走り多連装ロケット砲である。アメリカ軍では M270 と呼ばれています。1971年にアメリカ陸軍が開発を染めており、1982年に最初の量産車が完成し、アメリカ陸軍への配備が開始されました。それ以降、NATO 各国や西側諸国へも配備が開始された。これは湾岸戦争において、アメリカ軍、イギリス軍が約200両を投入し、大きな破壊力を見せました。この M270、MLRS は、日本の陸上自衛隊で、1992年度から2004年度の予算において、99両が調達されていましたが、クラスター爆弾搭載型ロケット弾 M26 などを使用禁止とする、クラスター弾に関する条約、オスロ条約に日本が署名することとなったため、現在は GPS 誘導ロケット弾 M31 に切り替えられ調達されています。一方で、オスロ条約の締結により必要性が低下し、クラスター弾禁止条約に批准した国々では退役していっており、日本の陸上自衛隊でも1二式地対艦誘導弾等に置き換える計画です。できれば、ウクライナに提供できる方法があればいいのですが、陸上輸送が主であるウクライナであれば、M270 を小型化した M142、ハイマースは最適なんですが残念ですね。ロッキード・マーティン社の製品には、アメリカが政治的な面からウクライナに供与していないと言われている MGM-140、アタクムス短距離弾道弾もあります。しかし、ロシア軍が制圧した南部マリウポリなどに対し、10日宝から砲撃していることなどから、すでにアメリカからタクムスが提供されているとも言われています。